母が私になんか M 先生とお話ししないのなんでって聞いたらなんかすごい気まずそうな感じでだってどうも島田修平です始まりました島田修平のお階段めぐり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます チャンネルですねメンバーシップの方もありますぜひご興味ある方よろしくお願いいたしますそしてチャンネル登録グッドボタンコメントの方もぜひぜひお願いいたしますさあ今回も来てくださいました大人気チャンネルですホラーエンタメチャンネル七代家の皆さんですお願いいたしまーすありがとうございます <laughs>、はい、普段は5人組なんですが、はい、え七代さんそして霊が見えてしまうという<あ>熊子さんそして、えー、後ろには今日もいらっしゃってますかははい。はい。 堂々と座ってます。はい。えー、幽霊の広司さんです。<laughs> はい、お願いいたします。よろしくお願いします。 よろしくどうぞって言ってる。よろしくどうぞ。軽いな広司さん。<laughs> よろしくどうぞっていう。じゃあだいぶね、えー、前回に比べて緊張感も。あもうほぐほぐれきってますねもう。今今今どどどんな感じで座ってらっしゃる、うん、えっ、ー、と結構前のめりで,であの話を聞いてるっていうあ。ちょうど私と七代さんの間から顔出してるみたいな感覚。ここがそこれぐらいの勢いで。<ー>てる広司さんってことどうなんで男性なんですよね。はい、はい、男性です。何歳ぐらいの。えっと五十八歳です。五十八なんですか。<laughs> 自己申告なんですけどね。<laughs> 自己申告。 <僕>ただそれ強年なのか、あ,あの自分の記憶にある年齢なのか、下手<ー>なのかわからないっていう。でどんな格好されてるんですか。今日はあのまずはあの七四家というチャンネル、ぜひ皆さんね大人気チャンネルなんですが、もう一度あのどんなチャンネルかお話しいただいてもいいですか。はい。 一応ね、あの、まあ、幽霊が一人いるというとこが強みの、まあ、ホラーエンタメチャンネルで、まあ、何でも結構やってますね。その、まあ、心霊写真見るとか、背後霊見るとか、まあ、なんかいろんなとこ歩いてって、まあ、不幽霊にインタビューするとか、いろんなことやってるチャンネル。まあ、あと階段ももちろん、あの、やってるんですけど、はい。ま、最近ちょっと片見せないけどね。はい、ね。ね、<laughs> まあっていう感じの、あの、全般やってるホラーエンタメチャンネルでございます。何がいいって、あの、前回ね、はい、も当痛感しましたが、階段話を聞いた後に、幽霊目線の考察が入るっていう。<laughs> たら、もう考察っていうか、解説ですよね。そうですね。解説ですね。<laughs> いや、これ、こういうことですよっていう、うん、あれが面白くてね。だら、あの、本当に。唯一無二の、もう素晴らしい方がメンバーに加わってるチャンネルですからね。はい、ぜひ、皆さん、あの、概要欄貼っておきます。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。で、あの、あの、実は今回ですね。あの、コラボさせていただいておりまして。あの、僕は七四六系さんの方で、何をしてたんでしたっけ。 えっとまあ、一応熊子がやっぱ霊感が強いので、はい、霊感が強い人として、まあ、こう特徴があったりするのが手相にっていうので、まあ、島田さんに手相を見ていただくと。はい、ありがとうございますとプラスこれ多分ねなかなか返信が来なかった理由だろうなと思ってるんですけど <laughs> あのうちの幽霊のヒロシの手相を見ていただこうと思てま めちゃめちゃ手相いじって、あ、ごめんなさい。すみません、ヒロシさん。<laughs> あの、イラストに書いていただいてですね、ひろしさんの、あの、まあまあこう、幽霊のね、ヒロシさんの、えー、手相診断もさせていただいております。はい、はい。すごくあの屈辱的だったんですけどもね、最初はね。もうなんか、ね、すごく面白い結果になって。ああ<ー>。はい。そうぜ,ひぜひ皆さんね、そちらも合わせてね、ご覧いただきたいと思います。はい、お願いします。 さあ、今回ねあのまあ前回は七代さんが会談を披露していただいたんですけども今回は熊子さんの方が会談を披露していただけるっていうへ<ー>。でやっぱりね熊子さんってまあこう直感が鋭い方といいますか霊感がある方ということであまりね くまこさんが話をするっていう機会ないと思うんですがそうですね珍しいよねなかなか怖い話って言われるとちょっと本当にピンとなくって、うん、もしかしたら今からする話もそんなに怖くないのかもしれないっていう、うん、<laughs> いやよくおっしゃいますよね見え方からすると何が怖いか怖くないか分かんない,いや普通のことじゃんっていう、うん 感じになるんで、なんか見える方って実は階段苦手な方多かったりしますよね。<laughs> そうですね。確かに。結局見えない方がね、好きだ。あ、もう好き勝手にこうね、いろいろこう。うん、なんかね、あのアレンジして、こうなんか、まあ、前振り付けて、こう話とかするだけで。うん、やっぱりね、見えてる方の階段って、すごい興味深いですよね。そうですね。まあ、なんか過去にね、あの、長城さん、ちょっと僕も階段喋りたいですわって言って言ってくれて。で、あ、じゃ、ど、どんな感じの体験談とか持って、るのちょっと言ってみって言って、まあ、もらったんですけど。 全部日常みたいな話するんですよ。で、ずっと没にしてきたんですけど、今日は今日はやっぱお階段巡りだし、そうなんですよ。ちょっと用意用意してきたというかね、自分の体験談を洗い洗ってきて、ちゃんと怖いんじゃないかを選んでよね一応ね。もう一応頑張ってみました。頑張って選しませて。心配でしょ心配なんです。いや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 、もうどんなお話でももう興味深いので、ありがとうございます。ではあの本当にね、あの普通にこうリラックスしながらお話の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 いやーと早速なんですけれどもこの話は私自身の話ではあるんですけれども実は覚えてなくってというのも母から聞いたあの幼少期に起こった私の話っていう幼稚園時代の体験のことなんですけれども年中さんの時にあの幼稚園の年中さんのクラス全体を見ていた M 先生っていう方がいまして母はよくその M 先生に 呼び出しをされてたそうなんですよ、うん、幼お迎え私のお迎えした後にあのに私が友達と遊ぶって言って遊んでる時にちょっとくま子さんのお母さんちょっとみたいな感じで呼び出されて何だろうって何したんだろうと思って話を聞いたら「今日くま子ちゃんはあのお絵かきの時間にチューリップを茶色で全部塗ってました」他の子は赤とか黄色とか使ってるのにとか「かあと別の日だと おとぎ話の演劇の役割を決めるのに他の女の子はみんなお姫様をやりたかったのにくま子ちゃんだけ王子様に手を挙げてました、うん、みたいなことを逐一報告してくる方だったらしいんですね。はいはい、で母も後で私に聞くといや幼稚園のチューリップ枯れてたから茶色で塗ったとか、うん、仲良かった女の子がお姫様をやってたから一緒に出たいと思って王子様で 立候補しましたみたいなことを言ってて娘に聞けば何でもない返事っていうかせちゃんとした理由があったんだなっていうのが返ってきてたのになんで先生は娘に直接聞かないんだろうってその時に疑問に思ってたみたいな確かにそうですねこの報告が続くんだったらちょっといつか聞いてみようと思ってある日あのまた呼び出しをされて M 先生にで その今日も何々してましたみたいな感じのことを言われた後に、母が恐る恐るあの娘に聞いてみたら、そんな大した理由ではなかったんですけれども、ちゃんとうちの娘は先生とお話できてるんでしょうかって聞いてみたんですね。うん、そしたらエム先生がちょっと気まずそうに、いやー、くまこちゃん、私が話しかけると顔を見て固まるんですよって言ってたらしいんですよ。ええへへ で母親もなんか娘がそんな失礼なことしてるとは思ってなくって、その娘の失礼を謝って、でもうそれでも気にかけてたことにお礼を言って、ちょっと家に帰ったらその理由を聞いてみますのでって言って、M 先生と約束したんですね。後日教えますっていうことで、その後家帰って母が私になんか M 先生とお話ししないのなんでって聞いたら、なんか私本当に覚えてなかったんですけど。 なんかすごい気まずそうな感じで「だって M 先生毎日首のない男の人と手をつないでるんだもん,ん」って言ってたらしいんですよで。でなおかつその M 先生が私に話しかけてくるときにその首のない男の人が頭を撫でようとするってそ熊子さんのあそう私の頭を撫でようとするって訴えたらしいんですね。 で母はそれを聞いてどうやって M 先生に報告すればいいんだって思ったっていう話なんですけどはあそれ一切覚えてないんですか覚えてないんですよその話を M 先生から話しかけられるイコールも怖くて仕方がなかったっ仕方なかったんじゃないかなって思うんですけど、うん、でその後に実はその同窓会があって M 先生もいらっしゃったんですよ、はいうんはい でその時はちゃんと首のある男性の方が後ろについてるっていうのは見えてたのは覚えてるんですけれどもその幼稚園の時の首のない方は覚えてなくて私は怖いことでも覚えてないことってあるんだなって思ったっていう話話おでした幼稚園の頃は首のない人だったわけで、はい、その人と手繋いでたんですよ。はいはい、なんか多分手繋いでる風に見えたのか手繋いでたのかわからないんですけど。うん、でその後同窓会で会った時には。は首があった まあ人はいてそれを同じ同一人物かどうかわからないけどもわからないけども変わってた変わってたっていうまあもしかしたらその怖すぎるがゆえに記憶からなくなっていたっていうねいやこうなったらやっぱり広瀬さんの出番ですよ広瀬さんこの話ってどうなんですかね <laughs> あーほう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  なんか幼稚園の先生って割と優しい方が多いからなんかそういうちょっとなんか大怪我してる方とかに結構人気があるというなるほどあいやこれやっぱり聞いてよかった <laughs> さんもう本当にねうもう海外に毒されてます、うん、ダメな意味でもう今あのー、話聞いた時に、うん、あじゃあその幼稚園の先生何かプライベートであって、うん、そういう人を連れてたんだとか勝手に思っちゃったんですけど <laughs> 違うんです優しいがゆえになんか引き寄せてしまってたっていう のがあるみたいなので、なんかもしかしたら、その期間はその方がついてたっていうだけなんじゃないかなみたいなすげえ。いや、なんかもう本当答えみたいな、<laughs> そうなんですよ。交代みたいなもの打たれちゃってね。話は、ね、さんすごい強力なメンバーいますね。いや、もう強力すぎるんですよ。貸してくれません、時々。あ、いいですか、ね。もう、もう、もうん、もう、もう、どうぞ,どうぞ、うん、どうぞ,どうぞ。<laughs> いや、<laughs> いや怒ってません。大丈夫です。大 <laughs> 後ろで仕事増えたよって、うん、慣れてるもんね。うん、慣れてます、ねね。そういう場合ってあのああギャラのお支払いってどうしたらいいんですか？もしかしたらなんかね甘いなんかお菓子とか、うん、ねなんかコーヒーをとか、うん、ね58歳って話だったんで缶コーヒーでいいですそうっておっしゃってます。そ <laughs> 缶コーヒーどうしたらいいんですか？あのあ蓋開けて入れといてくれればあの匂いでちょっと味を思い出せるので <laughs> <laughs> なんかそのような感じで。<laughs> もう缶コーヒー100本分ぐらいになるかいやあとは皆さんで飲んでいただければってとは人が飲んでる姿見るとんかね思い出せるみたいな感じで美味しそうに島田さんが飲んでいただいたりとかしてるとあコーヒーって美味しいんだなみたいな感じになるらしくて美味しいって思いましですいやお島田さんとかマジでずっと話聞いてたいですねそうですよ面白不思議すぎますよねなんも含めだし何かやたらと腑に落ちちゃうんでい。本当にごめんなさい疑って てたとかってことじゃないですけど。はい、本当に広瀬さんいらっしゃるんだなっていうのが。うん、あの時間が経てば経つほどなんかよりこう覚えてくるというか。そうや。えー。 よかったね。結構ね、あれだもん、待ち合わせとかも大変だもんね。大変でしたね。今日とかもね、あの、わざわざ捕まえてきてるんるけど、そうそういつも、い、だいたいいる場所あたりを探したりとかして、してそう。あ、エリアが決まってるんですよ、だいたいいるところ、はい、都内の某所にいるんですけど、はい、広志が。で、それを、だいたいこの辺に置いてきたなとか、前回撮影した時に。うん、で、結構広志が動かない時もあるし、動く時もあるんですけど、基本的には動かないでって言って、1>, うん、1週間とか経ってから、また再び回収しに行くみたいな感じで、うん、リッチギなんで、広志も。はい 一週間そこにいっぱなしなんですかっしとかあります、ねいや。あの時間の概念がないので、そんな待たされたっていう感覚がない,ないみたいな。<laughs> そうなんですよ <laughs>。なんで一緒にこう家に連れて帰ってあげないですか。嫌です。<laughs> そこはやっぱ距離感だめ。シン,シンプルにやって。どこにえ、お、置いてくるっておっしゃいましたけど。<laughs> はい、あ、えっ、ー、と、お気に入りの駅があって、そこの駅にホームに置いて,って。うん じゃあ毎回仕事あるたびに久能子さんはその駅に行って瀬さんをお迎えして一緒に来るっていうそうですそうです,うですちょっと特殊だったのはあれだよね今回はなんか前日だっけなんかからちょっと捕まえといてあででであの手相も書かなきゃいけなかったんでそう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 だから職場に置いてきた、ね、職場に置いてきたぎて <laughs> 職場に スポットみたいな感じでフワッて置いてってそのまま職場から引き取ってそうそうねで今日来たって感じですでも毎回大変ですねひと手間というかヒロシさんを迎えしてヒロシさんに例えば今日みたいにホリプロに何時とかっていうことでヒロシさんと現地集合はできないわけです難しいよね多分時間って概念がないゼレないんで時間通り来れないしあと場所とかも行ったことない場所にめちゃめちゃ怖がるんですよだかから一緒についいてせなと 結構その最初本当に一箇所橋の上だけしか動けなかったんです最初はほぼ自爆霊みたいな感じでうん、うん、それがもうだんだんこれ我々と一緒にちょっと橋の向こうまで撮影しに行こうかとかやってるうちにだんだん外出れるようになってって今こうやって来れるようになったって感じなんでいやでも時間をかけてこうね絆を深めていったってことなんですねそうですねだからコラボできるようになるまでだって2年とかかかったかかりましたね 二年間出続けてもらったけど、もうほぼ会いに行くって、我々がそのヒロシのいる場所に。ほうほうすごい人混みなんですけど、浅草だったんで <laughs>。で、そこ会いに行って、で、ちょっとずつ説得して、ちょっとなんかいろいろ楽しいね、こう、なんかなんだろうね、幽霊のね、人生じゃないけど、霊性、わかんないけど、<laughs> <laughs> 一緒に過ごそうみたいな話とかいろいろして、あ、じゃあ面白いから、俺もちょっと動いてみようかな、みたいな感じで、ちょっとずつこういう感じになって、今ここに来れてるって感じなんですよ。え、ヒロシさんはこう誕生日会とかもやったりするんですかあ、やますも誕生日会か。

プレゼントとかあげたりするんですかプレゼントは物としてあげてもね,、うん、ねどうしようもないから感謝の気持ちをヒロシも結構遠慮するんでそうなんですよ <laughs> い,やいいよいいよみたいな俺はいいよみたいな感じで、うん、チンジャーロース美味しそうだしいいよいいよって感じで 言ってくれるからまあ、あ物をげた今のないですね最近慣れてきて一緒に歩いてると「あ肉まん食べたいお前ちょっと食べてろよ」みたいな感じでかわされたりとかするんですけど仲良くなったからねで熊子さんとか食べると自分が食べた気持ちを思い出せたりするっていうことなんですねだからものすごい暑い日に肉まんかわされたかもしれないはすちょっとかわいそうめっちゃ汗だくで食べてるんだみたいないやなんかこう素晴らしいのが全く聞いてて怖くなくってすごく楽しいしで何か 亡くななっった後ってこうなるのかななななんんていいうヒントみたいなもの、うん、なんかね皆さん皆さんがそれぞれこう気づくものがあったりとかして、ね、なんかこういう存在がいらっしゃるんだったらあ亡くなった後も楽しくいられそうだなっていうふうに思う方も多そうですよね,そうですねきっとそう。ただまああんまりねそればっかり押し出しても。なっちゃうと。 まあ,あんまり良くないなっていうのがあるのでなので、まあ、うちとチャンネルとしてはね階段でちゃんと怖い幽霊だったりとか怖い目に遭うとかもあるし、まあ、成仏できない苦しみを味わうとかもあるしっていう話もしてるんですよだからヒロシさんみたいにこうやって楽しい仲間ができるなんていうのは本当に奇奇跡跡的なことで,奇跡ですね、うん、ほとんどの皆さんはやっぱりヒロシさんの辛い思いとかあとは孤独を感じてっていう方が多いんですかね、うん、あその 終わらない不安が続くって結構しんどいですよっていい、ね、どういうことですか終わらない不安っていうのは <laughs> あもういつ成仏するんだろうかっていつまでこのまんまなんだろうかって考え出したらキリがないことが終わらないっていうのが結構辛かったんですけど、ね、そうね楽しいことを見つけるのが 結構大変だったそうであのまあ僕もね例えば父親だったりとかあと見てる皆さんも大切な人を亡くしてしまった方いると思うんですけど、うん、なんかそういう方のことを思い出すとかお墓参りに行くとかお線香をあげるとかっていうことは僕ら何か亡くなった方に向けてのなんかこうせめてものこのできることかなって思ったりもするんですけどこうやってやっぱり意味あるんですかねあ全然ああると思いますあの 忘れないでいてあげるっていうのが一番の供養になると言っております。<laughs> じゃあ、時々みんなで話し合ったりとか、あの人こうだったよねとかっていうふうに言って、酒飲んだりするっていうのも。まあ、その亡くなった皆さんにとっては嬉しいことっていうふうに。あ、もう全然嬉しいことだし、なんかそれは。ね、あの成仏の助けにもなるし、でも全然話してくださいって。 おっしゃってます。<laughs> ああわかりました。断定してるじゃないですか。あ <laughs> <laughs> 言うてるのね。<laughs> うん、いやごめんなさいあの階段も素晴らしかったんですけど、はい、なんか途中からやっぱ広吉さんに聞きたいことがもうなんか溢れ出てきちゃって、これあの相談なんですけど、はい、急遽次回、はい、で予定になかったんですけど、はい、なんか広吉さんには、まあ、島田が聞きたいことたくさん聞き聞いてみるスペシャルみたいなお<ー>なんかこう。<laughs> まあね今「幽霊インタビュー」という本がねあのすごくこうヒットもしてますがちょっとこんな機会ないので<ー>ちょっといろいろひろしさんに「聞いてみよう」のコーナーやってみてもいいですかでいろ、えー、いろ、まあ、質問してみますけどもねあの皆さんあの一緒にいろんなこう疑問とかあると思いますけどもねそれ解消していただければと思います。 いや広瀬さんお願いしますねありがとうございます俺の時代が来ましたちょっと調子飲んで次回もお願いしますよしこちらこそよろしくお願いしますってすごいと思っちゃった <laughs> <laughs> こっちの放送みたいなあ,ありがとうございます、はい、はい。さあう今回ですねコラボさせていただいております皆さんぜひね、えー、七代家チャンネルの方もですねあのチェックしていただきまして、えー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします <laughs> というわけでゲスト、えー、大人気ホラーエンタメチャンネル<う>七代家の七代さん、はい え、熊子さん、そして広司さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。したで、どんな格好されてるんですか。今日はあの演じの上下スエットを。 <で>スウェットで、はい、え今日はっていつも違う格好されてるんですか、えっとたまにちょっとあのスラックス履いてる時だったりとか、あのー、ちょっと日によっってて変わってるんですそれこそね僕全然知らないじゃないですか、はい、なんかもう幽霊の皆さんっていうのは毎回いつも決まった格好と思ってたんですけど着替えるんですねあの記憶にある限りお洋服は変えられるって心のクローゼットって呼んでるんですけど。<laughs> <laughs>